ドゥ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 。お疲れ様です、健太さんです。久々に椅子という名の花本に座りました。部屋が狭すぎてね、よくね、花本をね、椅子代わりにする人いると思うんですよね。まあ僕もね、椅子代わりにしてたんですけど、その花本、机にしてました。ひどいですね、ちょっとね、もうちょっとね、広い部屋にね、まあ来年あたりじゃないですかね、引っ越そうかなと思ってますけども、まあそんな話は置いといて、ちょっとした告知でございます。はい、僕のまあツイッターとかね、見てくださってる人はちょっとね知ってるかもしれませんけど、ついにですよ、ケタさんオリジナルグッズが完成しお家に届きました。いやー、見たい見たいでございます。はい、まあね、僕がね作りたいと、こういう感じのが欲しいなと思ったものをね勝手に作っただけなんですけども、まあ今回はねせっかくなんでそれをねご紹介していこうかなと思います。ズドン、まずはこれです。今回サイクルキャップ2つ作りました。ズームしましょうか。はい、グーグッと。まずは一つこちらですね。自転車乗る人はね結構ね禁煙そして禁酒をする人が多いと思うんですけど、私はお酒が好きですと、サイクリング好きだけどお酒も好きみたいな、そういった人に、大人な人にねちょっとね、ぜひとも被ってもらいたい、そんなようなイメージを込めてちょっと作ってみたんですけども、まず見た目がこんな感じになってます。はい、キャップのつば、このおキャップのつばにはこんな感じで文字が書いてあります。とある偉人のですねお酒に関する格言なんですけど、まあ言う名言みたいなもんですね、日本語で訳すとですね、ワインには知恵があると、ビールには自由があると、水にはバクテリアがいると。はい、もうね水なんて飲まないで酒を飲めと。ちなみに健太さんはコロナ禍でどれが一番好きかというと、ズドン、はい、ビールが大好きなんで、つば裏にはビアとデザインしました。こんな感じになってます。結構ねビール感が出てるかなと思います。左サイドにはこんな感じでバイスクルフィルと書いてあります。バイクプラスカフェプラスビアとね、僕の好きな、こと場所飲み物という感じでね書いてありますけども、まあこんな感じで一つサイクルキャップちょっと作ってみました。あんまりこういうデザインのものってないんじゃないかなと思います。実際に被るとこんな感じになります。つばの上にこんな感じでねビールの格言が書いてあります。でめくるとこんな感じでね、ビールが出てくると、はい、もうねこいつは何がしたいんだと、はい、そんな感じのデザインになってますね。一応キャップの構成は4パネルになってます。メッシュな素材になっているんで、まあすごくね汗を吸収すると、ほんでもって乾きやすい、まあヘルメットを上からかぶっても全然蒸れたりしないような、そんなような素材になってます。試しにかぶってみますと、よいしょ、試しにかぶってみると、まあこんな感じで、ね、ぐっとつばを上げるとこんな、まあつばを上げるってことはあんまないとは思いますけど、まあこんな感じになってます。はい、メッシュ素材になってるんでぐるぐるっとやればかなりちっちゃくまとめられます。ということでもう一ついってみましょう。二つ目はこいつを作りました。さっきとねちょっと雰囲気が違うような感じですけども、もうちょっと派手めに作りました。もうね見えちゃってるかもしれないですけど、オンと書いてありますね。ちょっとね詳しく見てみましょう。ググ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 グッと、はい、行きましたと、こんな感じになってます。ツバの表にはオンと、ツバをひっくり返すとオフと、はい、もうね走るときは基本ねメットをかぶってツバ下になると思うんで、オンの状態でね一生懸命走ってもらって、トイレ休憩とか、まあ、ちょっとご飯屋さん行ったときはオフにしてね、じっくりとオフ休んでもらえればなと、そういう感じのシンプルな感じにしました。でその他もぐるっとこんな感じで落書きがデザインされて、まあ左にはちょっと落書きの上からプリントしてるんで少し見づらいかもしれないですけど、バイシクルフィルと書きます。スーッと、はい、こんな感じになってます。以上ですね、まあ基本的には
をひっくり返すとこんな感じだね。オフと、はい、私今オフですと、今休憩中ですと、トイレ休憩ですと、そういう感じの、ちょっとねコミカルな感じにしてみましたけど、いかがでしょうかね。横はこう、こう、はい、同じようにヘルメットかぶってみると、まあこんな感じになりますね。こうと、まあさっきよりね結構あのデザインが大胆なんで、若干ここにねオンと見えますけども、上げるとこんな感じでね、オフと、あ、この人今日はオフなんだなと、そういうのが一発でわかる。まあこんな感じになってます。でこちらも同じように、あの4パネルの汗をよく吸う、よく乾く、そんなような素材になっております。はい、ということでね、今回ちょっとね、まあ一応 T シャツなんかは作ってるんですけど、まあサイクリング関連のグッズは今回初めてちょっと作ってみました。一応ですね、 T シャツももともと販売はしてるんですけど、それとはもう完全に別に、完全に僕がですね、やっているいわゆる販売サイト、作りました。スマホにもパソコンにも対応してます。そこに、2つ今回ちょっとね品数は全然少ないんですけど、まあ、2種類ね、乗っけましたと。まあね、気になる人はね見てもらえればなと思います。一応ねサイズは SML と用意してますけども、基本は M だと思います。僕は M です。俺頭でかいんだよなとか、髪の毛の量が多いんだよなって人は L でもいいかもしれませんし、お子様とか、あとは女性の方なんかは S の方がいいかもしれないですけど、まあ基本ほとんどの人は M でいいんじゃないかなと思います。一応ね販売できる体制を整えてます。ただやっぱ僕もこう初めてなんで、ちょっとね正直そんなに数は多くないです様子を見ようと思ってね、とりあえず作ったんですけど、もしね欲しいなとかちょっと気になるなって方がいたとして、もしかしたらなくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ一応、まあ、最低限自分の中でこんぐらいかなっていう数は用意したんで、気になる人はね、まあぜひね早めにチェックしてもらえればなと思います。価格はですね両方とも税別3000円ジャスト持ってます。ということで、けんださん初めてサイクリンググッズちょっと作ってみました。ぜひね、おなかなか活かしてんじゃんと思う人はグッと、おっしゃってください。ということで、お疲れ様です。